はい、どうも、小翔です。さあ、今日はですね、モンタナスポーツ、皆さん見ての通り、今、学班で忙しいということで、これ後ろ見てもらうと、これ全部生徒さんの体操着とか入ってるんですよ。で、つい先日まで、モンタナスポーツが、ここでその、試着とかやってたんですよね。体育着とか、体育館シューズとか、学校のシューズとか。で、ちょっと自分一つ思いました。このシューズは、野球に使えるんじゃないかと。で、学班のシューズとかって結構価格が抑えられてて、正直自分はなんか人と一緒のが嫌なので、学校の時とか使ってて気持ちよくはないかなみたいな、なんか従ってたかなって感じはあるんですけど、ちょっとモンタナスポーツに聞いたらですね、このカラーめちゃくちゃあるよということで、ちょっと調べてもらいました。こちら、これがちょうどモンタナスポーツさんで売ってたその学校の外履きですかね。はい、体育館シューズじゃなくて外履きで、これが5000円しないんですよ、販売価格で。で、野球の乱収って皆さん経験あると思うんですけど、まあ自分は逆足ですけど、ここが剥がれてくるんですよね、打ったり投げたりすると。でも乱収って安くて8000円、いいのは2万円とかするんですけど、まあこんな感じですね。自分は左バッターなんで、乱収でトレーニングとかするとこうなっちゃうんですよ。でもこれも結構いい値段したんで、となるとやっぱコスパがいいの探したいなって時に、学生用はすごい耐久性がいいかなっていうので、カラーこんな感じめちゃくちゃあります。で、あれこの色見たことないなみたいな、多分どこかの学校さんが使ってるんですけど、自分が生きてきた中で見たことないなって色で、ちょっとこれをですね、実際に注文して使ってみようという企画になってます。で、耐久性良かったら、ランニングはこういう乱収使って、野球の練習でこっち履けたらいいなっていうので、多分2、3個発注かけてたんで、それが数日後に届くと思うんで、届いたらお見せしていこうかなと思います。というわけで、届くまで時飛ばし。さあ、というわけでやってきましたよ。2つ注文して1万円を切ってますね。定価だ、あの全員抜きだったら、ネイビーイエローですね。そうですね、村上選手っぽいですね。こんな感じです。体育用に作られてるんで、多分耐久性がいいんじゃないかなと思います。あ、いいです、そうそう、学校で使うやつなんで、紐をこれ後でアレンジして自分の個性を出したいなと。あ、なるほど、学校だとそれダメですからね、紐変えて。そうですね。なので、であれ、うちの学校と一緒だっていう人はぜひコメント欄教えてください。確かに、うちの学校この色ですよっていう人がいたら。あ、ちょうどいいっすね、めちゃくちゃ。あー、良さそう。はい、これ多分それなりに振って大丈夫と思いますよ、うん、結構しっかりしてるんで、だ軽さはまあ普通かなっていう。いいですね、それなり、それっぽい、野球っぽい、一応それっぽいですね。アップシューズっぽいです、うん、全然ありと、白黄色ですね。はい、これはまあちょっと汚れ目立つかもしれないんですけど、またこれも紐変えたらオリジナル感は出るかなっていうので、多分これもあの、あ、うちの学校と一緒だって人はぜひ教えてください。いや、これはなんかいそうっすね。いそうですか。黄色いいっすね、派手やな、うん、これも同じ 26.5 なんでサイズはぴったりですね。という感じでですね、はい、購入方法はモンタナスポーツに取りに来れる方は、はい、送料いらないので、はいはい、この金額で買えると。ちょっとあの郵送の人はかかってしまいます。ただ個人的には予想よりもしっかりしてました。確かに走るときはやっぱ乱収なんですけど、この野球の動きすぐ壊れるんで、乱収しっかりしてますので、ちょっとこれ自分は使っていきたいなと思います。他にもいろんなカラーがありましたので、ぜひ気になる方は概要欄からチェックしてみてください。定員数的には今の時点ではもう合格点の80は上げられますね。おお、はい、あとはちょっとまあデザインがちょっとこういうとこにあの学校感が出てるかなっていう気はしますけど、はい、全然ありですね。という感じで皆さん、ぜひ面白いやつ、これはもうめちゃくちゃ発想としては自分は面白いなと思って、確かに、はい、ぜひ野球や以外の方もチェックしてみてください。うちの学校これ似たやつ何色ですとか教えてください、コメント欄で、はい、ちなみに自分らはアシックスでしたね、うん、アシックスのうちの学校は赤か、学年は学年から赤でしたね。あ、はい、確かアシックスだって水の川アシックスでした。なるほど、はい、そんな感じです。はい、というわけで実際にですね、紐を買ってきました。水野とか結構最近新しいの出てて、高いやつは高いんですけど、これはアシックスのフラットレースってやつですね。はい、これが330円です。めちゃくちゃ安いですね。高いのは今2000円ぐらいするんですけど、イエロー系のものということで、水野だと結構蛍光系が多かったんですけど、このアシックスにはちょっとこういう山吹色っぽいのがあるので、ちょっとこれで合わせてみようかなという感じです。で、実際に昨日バッティングセンター行ってですね、打ってきました。この紐はまだ変えてる前なんですけど、で実際にやっぱりしっかり感っていうのあって、まあ、乱収よりはしっかりしてるけど、野球のアップシューズよりはまあしっかりしてないみたいな感じの、本当に中間の感じを自分は受けましたので、個人的にはありなんじゃないかなと。てか、そのバッティングとかピッチングとかするときには全然いいんじゃないかなと思いました。まあ、学生野球の時はスパイクを履いて練習するんですけど、やっぱ草野球だとちょっとこう公園とかグラウンドでやるときにスパイクを履かないケースも結構あるので、
実際にちょっと自分はこのシューズを野球の練習の時に使ってみようかなと思います。よくバッティングセンター行く時とかも新品とか買い立ての練習で行ってしまうとすぐやられてしまうと思うので、ちょっと個人的にはこのシューズには期待してますね。ちょっと厚みがあるんで自分はこっちの厚い紐の方がいいかなと思いました。というわけで通します。はい、こんな感じですね。紐通すとやっぱそれっぽく見えますよね。なんかまさに学校のシューズとは思えないぐらいしっかりこうアレンジできますので、全部で6000円かからずに5000円台で、まあ、オリジナルの配色が作れるという感じなんで、かなりいいんじゃないかなと思います。で、前半にも映しましたけど結構カラーリングがありますので、この中からですね自分の好きなカラーと好きなレースの色を合わせて自分だけのオリジナルシューズを作ってみてはいかがでしょうか。ミズノなんでそれなりに信頼度が高くていいと思うんで、ぜひ皆さん気になる方はですね動画の概要欄からモンタナスポーツのオンラインストアをチェックしてみて購入につなげてみてください。という感じで、またこのような YouTuber っぽいちょっと発想を生かした、企画できたらいいかなと思ってますので、引き続きチェックのよろしくお願いします。この発想としていいと思いましたら皆さんぜひグッドボタンをよろしくお願いします。それでは今日の写真は以上です。よいしょ。戦う意志はあれ、道は続いてこう。ラララララ。そして4月のプレゼント企画は GS 公式端材グローブを1名様にプレゼントします。公式グローブの余り革で作った革を無駄にしないプロジェクトのこちらのグラブをチャンネル登録&コメントで1名様にプレゼントいたします。応募期間は4月の1日から4月の30日まで、発表は5月1日の動画で行います。ぜひよろしくお願いします。